が近づいてきた。見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。今回は11月17日木曜日から始まるカービィカフェインターで新しく出るメニューやグッズをチェックしていきます。冬らしいビジュアルイラストが可愛いですね。ぜひ最後までご覧ください。公式サイトを見ていくといつものようにストーリーがあります。心も体もポカポカになる冬のカービィカフェが来るようで楽しみです。メニューを見ていきましょう。新しいメニューは8種類です。1、冬のカービィバーガー&粉雪チーズのパスタ30周年おめでとうバージョン。スーベニアプレート付きが3058円、プレートなしは2068円です。いつものカービィバーガーがマフラーを巻いて冬仕様になっています。暖かそうで可愛い。パスタにはチーズで雪化粧が施されています。30周年のスーベニアプレートを持ち帰ることができます。去年のウィンターメニューの時とはスープとパスタと付け合わせが変わっています。入れ替わりでカービィバーガー&ミートパスタ温野菜のせ30周年おめでとうバージョンが終了します。こちらは初代側のバンズを選ぶことができて、ウィンター版でそれができるのかは分かりません。行った時にできるか聞いてみます。2、冬のワドルディーバーガー&粉雪チーズのパスタ、スーベニアプレート付きが3058円、プレートなしは2068円です。ワドルディーバーガーのウィンター版でカービィとお揃いのマフラーを巻いています。こちらもスーベニアプレートを持ち帰ることができます。去年は帽子をかぶっている姿でした。このメニューは東京と博多限定で、名古屋では引き続き味噌カツバーガーの提供となります。3、ワドワドワドルディの夢見るホワイトシチュー1958円。寒そうにしているワドルディたちが卵のお布団で温まっている可愛いメニュー。ワドルディはクリームコロッケでシチューと一緒に食べるとホクホクポカポカしそうです。夏メニューの仲良しライスコロッケやディスカバリーコラボのアフタヌーンティーなど、今年はワドワドメニューがいっぱいですね。4、コック川崎の冬のワクワクオードブルローストビーフ添え2728円。川崎印がなかったらカービィカフェのメニューかどうかわからないくらいおしゃれ度が高いローストビーフには、甘酸っぱいリンゴンベリーのソースがかかっていて、アボカドベースとマッシュポテトのサラダケーキにはサーモンがたっぷりと乗っています。スーベニア陶器スプーンがつきます。マフラー姿のカービィが可愛い。5、変形車頬張りケーキホワイティホルンズ1958円。通常の車頬張りケーキより110円だけ高くなっています。説明文同じですね。メニュー名通りカービィの周りが雪ステージに変更されています。手前の氷はゼリーでしょうか。あと写真の撮り方なのかカービィが色白に見えます。入れ替わりで変形車頬張りケーキが終了します。6、カービィの夢のリコッタパンケーキ1628円。ある冬の寒い日にカービィがふかふかなパンケーキを布団にして眠る夢を見ているようです。いちごとバナナとリンゴとクリームでいろいろな味が楽しめそうです。このお皿はもう売られていてオンラインでも買うことができます。7、ウイスキーウッズの森の恵みタルト2178円。カービィとワドルディが冬のウィスピーの森でエプロンたっぷりに積んできた木の実を飾り付けたチョコタルトです。クリスマスっぽいカラーで冬にぴったりなデザート。運ぶときすごく大変そうで店員さんを応援しちゃいます。スーベニアプレートがついてきて、こちらは完全新規デザインとなっています。8、エフィリンのトウインクルフローズン
1968円。ついにユフィリンのメニューが出ました。上の部分はかき氷で、フルーティーで爽やかな甘さみたいで、お味が気になります。コースター付きで、まだ公式アナウンスはありませんが、ウィンター仕様コースターが出ると思います。新メニューは以上で、あとはアートコレクションオレにウィンター柄が2種類追加されます。それから現在全店でテイクアウトのカービィバーガーとワドルディーバーガーが販売中止となっていますので、お気をつけください。再開についてはカービィカフェ公式ツイッターでお知らせがあるとのことです。概要欄に URL を貼っておきます。お次は新しく出るグッズを見ていきましょう。すべて11月17日発売で、オンラインでは同じ日のお昼12時から販売開始予定です。新メニューと同じで8種類あります。1、ウィンターチェックストールマフラー4400円。おしゃれなチェック柄で、ワンポイントでカービィがいます。かなり大きめで、ショールや膝掛けにも使えるそうです。2、ウィンター手袋3520円。マフラーと合わせて落ち着いた色合いです。お外で縫い取りするときとかに活躍してくれそうです。3、刺繍コンパクトミラー巾着付き1320円。表面は刺繍のカービィ、裏面がミラーになっていて、中に入れてもカービィの顔が見える、半透明の巾着がついてきます。456、デコレーションステッカー528円。カフェらしいブラウンなステッカーが3種類出ます。イラスト自体は前からあるものですね。78、大きなコットントートバッグ682円。グッズを買うときに便利そうなトートバッグです。オムライスとウィンターの2種類が出ます。新グッズは以上です。カービィカフェウィンターの新メニューと新グッズを見ていきました。私はワドワドシチューとビスピータルトとエフィリンドリンクを優先して頼みたいと思っています。皆さんの気になるメニューやグッズがあったら、ぜひコメントで教えてください。今回はこの辺りで終わりにします。よかったらチャンネル登録、いいねボタンお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。